神様を一緒に礼拝していきたいと思います。全世界作られた神様、私たちを愛し信じるだけで救ってくださるこのお方に共に礼拝を捧げていきたいと思います。Thank you.
は降りてきたからね。今ここに主はあるため、お願い悪縁の神、罪の呪いは打ち砕かれた。神の子羊は生きておられる。今ここに晴れる月は主を褒めよう。打ち破りよみがえられた勝利のイエスは生きておられる。今ここに主はあるため、お願い御意縁の神、罪の呪いは打ち砕かれ、神の子羊は生きておられる。今ここにハレルヤ、主を褒めよう。喜び叫べ、勝利は主のもの。Thank you.
Thank you.
Thank you.
全世界に送り出してくださる。その目的は人々を愛し、人々を救う。この私を用いてくださる神様に捧げていく、その時に神様に、この私を清め、あなたに捧げます。そして、あなたのご用のために使ってください。そんな祈りを一緒にしていきたいと思います。神様、あなたの素晴らしい名前を扱ってくださる。あなたの愛を伝えるために、小さなものを使ってください。主イエス様、清めてください。聖霊に出してください。主イエスキリストの名で、心から感謝して、参加して、お願いいたします。皆さん、ご起立くださいまして、一緒に、主の使徒信条を賛美して、いきたいと思います。天地の作り主し太鼓信じています一人の我が主イエスキリストを信じています天地の
あなたのくださった一つ一つの約束、それは変わることがありません。人は変わることがありますけれど、神様が変わることがありませんので、あなたご自身に土台を置きます。状況や環境は刻一刻と変わりますけれど、あなたは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。ですから、私たちは状況でも拠り所としないで、あなたご自身を拠り所として、目に見える全てが過ぎ去っても変わることがない神様ご自身を信頼して前進していきます。神様、私たちのこの1週間の歩みを祝福し、また特別に聖霊降臨したこのペンテコステのこのひとときを心から賛美し、また礼拝し、そして記念するこのひとときを祝福してくださいますようにお願いいたします。心から感謝と賛美を捧げます。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。一緒に神様を礼拝できて心から感謝いたします。今日はペンテコステということで、神様を特別に覚えて記念するその時です。まあ、神様といってもですね、三位一体の第三位格である聖霊というお方を、覚えて、いきたい、そういう時なんですけれど、でもですね、まあ、今使徒信条を賛美で告白しましたけれど、父なる神もうちょっとしかないんですね。でもイエス様はほとんどが処女マリアより生まれ、そして十字架にかかりポンテオピラトの下で死んだ、復活した、そして天に変えられた、また戻ってこられる、イエス・キリストについては多く語っているんですけれど、でも聖霊についてはですね、ほんのわずかしか語っていない、そういう部分がありますので、ちょっと偏ってしまう、傾向があると思います。でも聖書はバランスよく三位一体の神様を語っています。目に見えないんですけれど、聖霊という方は神様から切り離されたのではなくて、聖霊様はキリストの御霊です。神ご自身です。このことを思うときに、私たち、もうひとたびこの聖霊という方に目を向け、そしてこのお方を歓迎し、このお方と一週間共に歩んでいく、そういう、スタートの時と、なったら素晴らしいなと思います。さて、ペンテコステというのは何か、まあ、これはですね、50日目っていう意味の、言葉です。ペンテコステ50日です。イエス・キリストは十字架にかかり世に下り、復活してから40日間弟子たちの間に現れました。目に見えるような形で、でも目に見えるんだけれど壁を通過できるという、すごい、普通とは違う姿で40日間この地上を、歩み、弟子たちを励ましました。大丈夫だよ、いつも私が共にいるから、目に見えなくても、これから目に見えなくなっても大丈夫だよ、聖霊が来るから、そういうふうに励ましました。そして40日後、弟子たちが見ている間で雲に乗ってイエス・キリストは天国に戻っていきました。それから弟子たちはですね、言われた通りに祈りました。キリストが言われたように、約束の聖霊を、力を与えてください。10日間祈ったのに聖霊が降られました。だからそれがですね、50日目、まあ49日後と言った方がいいんでしょうか。まあ、仏教のですね、四十九日っていうのはですね、ここから来ているそうです。もう一度、霊が戻ってくる、だからあの四十九日っていうのはキリスト教のペンテコステが、一つの、モチーフになっているんだ、と思うときにですね、このペンテコステの出来事っていうのは他の宗教にも影響を与えている。そしてですね、なんとまず今日第一番目に学びますけど、この聖霊が下ったことで教会が誕生したんですね。まず第一番目、教会を誕生させた聖霊。だから今日はですね、教会の誕生日と言ったらいいんです。
ではないでしょうか。この新宿復興教会はこのペンテコステからスタートした教会の流れを組んでいる教会です。そのことも覚えてですね、いきたいと思うんですね。まあ、歴史から見れば10年とかそれぐらいのものなんですけど、でもこの教会っていうのは2000年の歴史の中で、建てられている、そして続いている教会の流れを組んでいる。でも大切なのはですね、聖霊が来て教会が誕生したんですね。だからもし教会から聖霊が離れていってしまったら何の意味もありません。だから今日もう一度ですね、この真ん中にあの2000年前と同じように聖霊様来てください。そして聖霊様、あなたをお迎えします。あなたに仕えます。あなたと共に礼拝します。そのような祈りを共に捧げていきたいと思うんですね。皆さんどうぞ教会の中に聖霊様をあがめて歓迎して、そしてこの方と共に礼拝していく、そういう教会になりたいと思います。すでになっていますけど、もっと聖霊を意識しましょう。人を意識する、この建物の雰囲気を意識する、そういうところから聖霊様を意識する、これが大切です。あるアメリカである日曜日、黒人の方がですね、教会を探して初めて行った教会に入ろうとしました。そうするとですね、ちょっとあなた黒人でしょ、ここは白人の教会ですから、黒人のあなたはね入ることできません、他の教会行っておくれ、そういうふうに追い出されてしまった。この人はですね、本当に傷ついて、アメリカではですね、ご存知の通りに、黒人の差別、オリエント、黄色人種の差別というのがありますけれど、教会にまで黒人差別があるのか、本当にもうがっかりして傷ついて、彼はですね、下を向くれて下を向いて歩いていたときに、聖霊が臨みました。大丈夫だよ。私は一緒だよ。そして、先ほどの教会は、私があの教会に入ろうとしても、聖霊である私をも拒絶する教会なんだから、気にしなくていいよ。私が導く教会へ行きなさい。そのようにして、彼はですね、聖霊に導かれて、違う教会へ行きました。で、そこへ行ったらですね、もう聖霊が満ち溢れて、そして、教会一同が神を恐れ、神を愛し、礼拝し、互いに愛し合う、そういう教会でした。皆さん、教会っていうのは聖霊がおられるから教会なんです。もし教会の中から聖霊という方を忘れてしまったら、それは単なる建物であり単なる人の集まりです。どうぞ聖霊様を深く迎え入れ、交わって聖霊様と触れ合って、そして教会生活を送っていきたいものです。皆さん、この聖霊様はですね、聖書の言葉を通して働きます。どうぞ私たちが聖書の言葉をしっかりと学んで、そしてそれを信じていきましょう。皆さん、聖霊はですね、聖書を超えて働くことはありません。聖書を超えて働くことはないのです。ですから私たちはしっかりと聖書を読んで、そして、このお方を迎えて礼拝をする。なぜならば、教会というのは、このお方が全てだからです。このお方が来たから、教会ができたんです。ですから、どうぞ、もっともっとこれから聖霊を重んじる皆さんとなりますように、私たちのあるように、皆様のみんなで祝福いたします。アメン。これ大切なことです。とっても大切なことです。ヨハネの黙示録1章8節。神である主、常にいます、昔いますし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファであり、オメガである。この方は最初だ。そして最後までおられる。皆さん、聖霊様を大切にしていきましょう。すべてとしていきましょう。最初として、そして私たちの最後としていきましょう。これはですね、私たちにとって、とっても大切なことです。人はですね、
なんで聖霊が大切なんでしょうか。アダムとエヴァが罪を犯したときに人の中から聖霊が離れていったんですね。なんで人が死ぬようになったのか。それは聖霊が離れたからなんです。もし聖霊が満ちていたら人は死ななかったんです。永遠に生きる存在だったんです、アダムとエヴァも。でも聖霊が離れていったので切られてしまった植物のように死んでしまう存在になりました。でも、もう一度、今日私たちは聖霊に満ち溢れているから永遠の命をいただいています。皆さんこれを大切にしましょう。聖霊が離れたら死んでしまいます。教会も死んでしまいます。皆さんどうぞ聖霊を重んじる皆さんとなりますように祝福いたします。アメン。そして第2番目はですね、聖霊という方は神の第三位格、神ご自身であるということを共に学んでいきたいと思います。聖霊は神ご自身です。神様はですね、3つの威嚇、3つのポジションを持っている。第1番目、それは父なる神。2番目、子なるイエス・キリスト。3番目、聖霊なる神です。ここでですね、もしどこか1つを強調するとですね、歪んだ教会になってしまいます。まあ私はですね、いろいろな教会を見てくる中で、聖霊をやたらに強調する教会を見てきました。またイエス・キリストだけを強調する教会もありました。父なる神を強調する教会もありました。皆さん、私たちはこの三位一体の神様どれも強調する、バランスよく信じる教会なんです。つまりですね、神様はですね、いつでもいるんです。旧約聖書の時代、旧約聖書の時代にはですね、父なる神が前面に出ていました。はじめに神が天と地を作った。でもその後ろでイエス・キリストと聖霊は働いていたんです。新約聖書の時代になってイエス・キリストが前に出てきました。でもイエス・キリストだけではありません。その後ろで父なる神と聖霊は働いていました。そして今の教会の時代、聖霊が前に出ています。でも父なる神とイエス・キリストはいつも一緒に働いています。そして聖霊は今私たちの中におられ、そして共におられ、いつもいつも一緒にいてくださる。どうぞ聖霊という方を覚えてください。このお方が触れて、直接私と触れ合ってくださる、直接私を助けてくださる。皆さんがもし悲しいことがある、辛いことがある、人から侮辱されてどうしようもないような時に、どうぞこの聖霊様に慰めてもらってください。聖霊様、私を慰めてください。聖霊様、私を支えてください。皆さんの状況の中に聖霊が来たならば、皆さんの考え、皆さんの現実の中に聖霊が来たら、皆さんは力を得、慰めを得て元気になってまた立ち上がることができます。どうぞこの聖霊をないがしろにして自分の力で生きていくんではなくて、まあもちろんね、自分でできることは自分でしなければいけません。でもこの聖霊様に頼って、いつも聖霊様と一緒に生きていく、これが大切です。このお方は神様です。単なるパワーではありません。単なる霊ではありません。この方は神様です。人格です。神格です。助け主です。どうぞいつもこの方と交わって、この方と一緒に歩んでください。まあ、誰かと一緒にですね、遊びに行ったりデートしたり、一緒にいるとですね、心強いですよね。皆さん、夫婦が、親子が、また友達同士が一緒にいるってことがすごく大きな助けになります。力になります。でもそのような時にですね、聖霊という方は人が一緒にいてくれるよりももっと現実的に一緒にいてくれるんです。人が今一緒にいるってことはすごいことです。でもそれよりももっと現実なんです、聖霊は。
今この机があります。机があるよりも聖霊様はもっと現実です。私たちはそこまで信じないとですね、なかなか神様が一緒にいるってことがピンとこないんですよね。皆さんが座っている椅子よりももっと聖霊は現実です。あなたよりも聖霊はもっともっと現実な方、リアルな方です。私たちが死んでも、あなたが死んでも、聖霊は永遠に生きておられます。どうぞこのお方といつも交わり、このお方といつも一緒に歩む。神としてこのお方を崇める皆さんとなりますように、主の皆で祝福いたします。アメン。それから第3番目、聖霊は私たちにとってどういうふうに働かれるかということを最後に学びたいと思います。3つの次元で聖霊は働きます。聖霊はまず第1番目、共にいるということです。共にいる。2番目、内住する、内側に住んでください。そして3番目、上に来てください。もう一度言いますよ。聖霊は共にいてくれる。2番目、内に住んでくれる。3番目、上に来られる。まずですね、共におられるってどういうことでしょうか。皆さんは気づかなかったかもしれません。私もそうですけれど、イエス様を信じなかった、知らなかった時期があります。でも知らない時にも、あの知らなかった時にも共にいたんです。聖霊様はそっと空気のように、いつも聖霊は共におられ、導いてくれました、守ってくれました。そしてですね、皆さんは誰か伝道してくれた人や祈ってくれた人、そういう人を通して教会に来て福音を聞いて、その時にですね、聖霊様はノックしてくれたんです。皆さんの心の扉を、そして心を開いた人がクリスチャンになったんです。心を開いて、その時から聖霊様が心の中に入ってくれました。これがですね、聖霊の第2番目の領域です。共にいただけじゃなくて、今心の中に聖霊は来てくださっています。そしてあなたを神の宮、神の神殿としてくれているんですね。まあ、日本の宗教では、神社とかお寺が、神が住む場所とされています。じゃあキリスト教ではどういうふうに考えるんでしょうか。もちろん教会に神がおられるという考えがあります。でも第一コリント3章16節にあります。あなた方は神の神殿だ。神を宿す場所は皆さんなんだ。皆さんの体なんだ。だから自分の体を大切に管理する、それが必要だよ。神様がおられる、神様のお家だから。皆さん今神様はどこにおられますか。皆さんがいる場所が神様がいる場所です。今週私たちはですね、それぞれの場所で生活します。仕事をし、職場に行ったらですね、神様は皆さんの職場におられます。皆さんがお家へ帰ったらどうでしょう。そこに神様がおられます。あなたが行く場所、どこでも神様がおられる場所になります。どうぞ神様と一緒にいるという意識を、今日このペンテコステを通してもう一度この聖霊という方を、思い起こして、このお方と共に歩むことをもう一度決断してください。そしてですね、もう一つの領域があるんですね。内側に住むだけじゃなくて、3番目に上に来られる聖霊が、上に来る。それはどういうことでしょうか。まあ、簡単に言えばですね、聖霊の支配に服すっていうことなんですね。聖霊が上に来るっていうのは聖霊に従うっていうことです。まあ、これをですね、聖書の言葉で聖霊に満たされるって言います。で、今まで私たちと聖霊との関係っていうのはですね、おそらく私たちが上でした。私たちが思うことを神様にお願いして、神様、私が願った通りにしてください。もうさながら召使いが混むのようにね、
神様、あれやってください、これも頼みますよ、私の思った通りやってくださいよ。でも皆さん、今日聖霊は何を担っているのか、資格の検討を担っているんですね。あなたが上で聖霊を使う立場から、あなたがこの方の下に入って、このお方に従う、そのことを願っておられます。まあ、日本で言えば分かりやすく例えればですね、どういう立場か、天皇陛下という方はですね、日本では象徴ですから、ちょっとあまりふさわしくないですけど、例えば日本に大統領がいたとしたらですね、まあ、一番トップが神様になる。そして2番目の地位は何でしょうか。まあ、日本でも大体そうですけど、総理大臣ですね、首相、国務大臣、首相がですね、2番目の地位です。大統領は神様、そして皆さんはですね、首相の立場になる。これがですね、分かりやすく言うとそういうことです。つまりですね、私たちが今までナンバーワンだった、トップだった、そして自分が思った通りにやっていたところが、神様が一番となって皆さんは二番となる。皆さん、これがね、一番いいんですよ。なんて悩むんでしょうか。その答えは簡単です。皆さんは神じゃないのに、神であるかのように自分を中心としているから、自分には問題を解決する力もない、また自分で自分をコントロールする力もないのに自分の上でいるから不安になるんです。力のある方にトップになってもらって、そのお方に従ったら皆さんの悩みは全て解決します。なんかシンプルなことですけれど、これは難しいんですけれど、皆さんの悩みの解決は神様が皆さんのトップとなり、皆さんがそこに従う、その時に解決します。資格の検討する、どうぞ自称を出しましょう。私が私の主人であることを今日やめます。神様が私の主人になってください。王座に神様座ってください。私の社長になってください。私の総理大臣になってください。私の王、主人となってください。皆さん、その時に皆さんはですね、本当の意味で生きることができる。聖書はこう語っています。人は神より少しだけ低く作られた。皆さん、これ大切なことです。少し低く作られた。神の奴隷として足の下に置くように作られたんじゃないんです。少しだけ低い。それはナンバー2だってことです。私たち、どうぞ神を第一とし、このお方に仕える、皆さん、これが聖霊に満たされることであり、本当のあなたの姿なんです。神様があなたの主人になったら、まず第一に悩みはなくなるでしょう。そして全知全能の神様ですから、そのお方があなたを導くんですから、これから神様に導かれていったら、間違いのない人生を生きることができます。どうぞ神様を主として、王として、今日この方に降伏し、この方の前に膝をかがめ、この方に従う、そういう決断をさせていただきたいと思います。皆さん、もともと人間というのはこういう生き方だったんですよ。でもアダムといえば、この神様から言われたことを無視してサタンに従ってしまったんですね。結果としてサタンが皆さんの王となっていました。でも皆さん、今日サタンを追い出し、あなた自身は神に仕えて、神様を主人として、これから歩んでいく。皆さん、これがですね、ペンテコステ。なぜ教会ができたんでしょうか。聖霊が下ったからです。どうして教会になったんでしょうか。それはあの弟子たちが聖霊を主人としたからなんです。かつてあのイエス様の弟子たちはみんな自分を
偉くしよう、自分を成功者としよう、自分を人よりも高くしよう、そういうふうに考えてます。だから喧嘩ばっかりしてたんですね。誰が偉いのか。だからそういう争いは人間が共通して持っているものです。でも彼らはですね、どこでそれが頑張ったか、失敗を通してです。イスカリオテのユダはイエス・キリストを裏切りました。でもペテロもあの12人の弟子はみんなイエス・キリストを裏切ったんです。俺も裏切った、君も裏切った、はあ、とんでもないことをしてしまった。ペテロなんかはですね、誓っている、呪っている、イエス・キリストを呪うとまで言ったんです。一番弟子であるペテロもキリストを裏切った。ダメだな。皆さん、今日もし自分が自分をダメだな、俺はダメだ、私はダメだ、皆さん、それは恵みの時ですよ。自分はダメだなって感じる時、それは恵みの時です。自分はダメだなって思ったからこそ、弟子たちは聖霊に従うことができた。今日神様はですね、私たちをそのように導いているかもしれません。ああ、私はダメだ、私は生きていくのがつらい、人生は大変だ、でも大丈夫、そういう皆さんに神様は近くおられます。そしてそういう皆さんだからこそ神様を主人とすることができるんです。自分に自信があって、もう私は何でもできるってこう思ってる人はですね、神なんて受け付けません。でも今日私たちは幸いです。神様が私たちにそのように神様を受け入れることができるように整えてくださっています。皆さん、どうぞ一緒に言ってください。聖霊様を認めます。はい、聖霊様を認めます。歓迎します。歓迎します。迎え入れます。疲れます。そしてこのお方と一緒に私たちは歩んでいくのです。その時に何が起こるでしょうか。今ここに使徒の働き29章って書いてあります。聖書にはない章です。一体これは何でしょうか。それは使徒の働き28章っていうのはプツッと切れてるんですね。終わりなく切れてる。パウロは伝道した。誰にも妨げられることなく神の国を伝えた。そこで切れてるんです。そこからずっと続いてるんです。私たちはその使徒の働き29章以降を今も書いてるんです。今この時代に私たちが教会クリスチャンとして生きてる、生かされてる、それはですね、あの使徒の働きの延長なんです。信仰の先輩たちのその働きのバトンを受けて今私たちは働き続けています。そして皆さん、あのペンテコステ、あの2000年前を通して歴史が変わったように、私たちのこの世代でも私たちを通して歴史を変えることができる、歴史を作り変えていくことができる。皆さん、それがクリスチャンなんです。私たちがすごいんじゃない、私たちを使ってくださる神様がすごいから、私たちはどんなことでもできる。パウロはこう言いました。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。マタイの福音書28章20節には、見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいます。聖霊は今日、明日、明後日、私が死んだその先までずっと一緒におられる。どうぞこの方と一緒に、マルコ16章15節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を伝えなさい。皆さん、この1週間、伝道し、また神と共に歩む皆さんとなりますように、祝福いたします。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日のこのペンテコステのこの時を心から感謝します。どうぞ一人一人が、神の愛を知り、神と共に、この場所を立ち上がることができる、イエスの御名で祈ります。アーメン。皆さん、しばらく一緒にお祈りをいたしましょう。神様と共に、この週、この時をスタートいたしましょう。神様、ありがとうございます。
の一人一人がこの神様の大きな愛を、聖霊様をしっかりと受け入れて、しっかりとこの方と結びついてこの週間をスタートできますように。自分の力で生きていくときに私たちは失望し、また悩み、挫折するように生きています。実力のない私たちが王様になろうとするからです。でも神様、また自分が偉くなってしまいました。神様、あなたに従います、あなたに伝えますと今日礼拝し、また祈ります。神様、あなたが主です、あなたが神です、あなたに従っていくことができる私たちになりますよ。ペンテコステの日、あの120人はみんな自分に敗れ、失敗し、悩んで絶望していた人たちに聖霊が下って教会がスタートしました。ペテロの説教で3000人が救われ、5000人が救われ、そして次々にこの福音伝道が広がり、 AD300 年にローマがキリスト教化し、ヨーロッパがキリスト教化し、そして今は20億の世界の人たちがイエスキリストを受け入れ、そして今もなお福音宣教を前進しています。どうぞ私たちを使ってこの日本と全日本、全世界に福音を届ける、伝道する私たち、そしてどうぞ用いてくださいませ。お願いいたします。神様、私たちを使ってください。小さな私たちを使ってください。お願いいたします。この1週間私たちもあなたに用いられて、歴史を変える、この世界、日本を変える、そういう人になることができる。神様はいつの時代も大勢の人を使ったんじゃなくて、たった一人を使って、モーセの時代もエリアの時代もダビデの時代もたった一人を使いました。神様、ここに私たちがいます。私たちを使ってください。そしてこの国をあなたの愛に満たしてください。神の国とさせてください。イエス様、お願いします。天の陛下、救ってください。神様、現政権を置いてください。神様、閣僚、官僚機構、神様、また国家公務員、地方公務員、教育者、神様、またすべての経営者たちを、リーダーたちを覚えてください。弱さを覚えている方々、自殺をしたい、うつで引きこもって弱っている方々、神様、みんな助けてください。神様、あなたの愛の中でお支えくださいますよ。お願いいたします。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。今週も神様を覚えてください。外国の人たち、早く日本になれることができるように、本日の方々、職場が与えられ、また良き経済生活をしていくことができるように、神様、いじめられている人、いじめっ子、また様々な犯罪や様々な悪い劣悪な環境の中にある方々、神様、どうぞ支え助けてくださいますよ。みんなを神様、あなたの愛の中で用いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝を捧げ、主イエスキリストの御名で感謝してお祈りをいたします。アメン。一緒に神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。そして皆さん、どうぞ立ち上がって、一緒に、賛美をしながら、献金の時を申したいと思います。聖霊来たれ、ご一緒に賛美したいと思います。576番、聖歌576番、一節と五節。いずこにある
今すべての悩み、すべての問題、十字架のイエス様に委ねます。聖霊様にお任せします。お支えください。そして祝福してください。主イエスキリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。続きまして、聖誕式を執り行います。聖誕式は私たちは、それはイエスキリストが十字架にかかられる前夜、最後にも行われた儀式です。それは私たちに覚えさせるため、体で食べて、そしてその雰囲気の中で神様をいただく、神の命を、キリストの命をいただいて、その血をいただいて生きている、生かされている存在だ。ではどうぞ私たちの生活の中でいつもイエス様を迎えて、聖霊を歓迎して生きていきましょう。この生産を食べるというのは神ご自身をいただいていく、神ご自身が私の力である、私の全てである、私の命である、そういうことを思い起こしてこの一緒に歩んでいきましょう。皆さん生活するときに、どうぞ伝道するときに、仕事をするときに、人と話すときに、聖霊様と一緒に、イエス様と一緒に全てのことを行いますように、イエス様の皆で祝福いたします。お祈りします。天の父様、このタンクロージュースを祝福し清別し、私たちの生産式のためにお持ちくださいますように、キリストイエスの皆で感謝してお受けいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、
サンゴを取る、感謝してこれを説くこれやりなさい、取って食べなさい、私の体です、皆さん一緒にいただいてください。神様ご自身イエス様をいただきましょう。人は永遠に生きる存在でした。でも命の木というその木を食べれなくなってしまって生きられなくなりました。でももう一度私たちはイエス・キリストによってその命の木、命が与えられています。日々イエス・キリストをいただいて、御言葉を信じて、聖霊をいただいて、私たちご一緒にしていきましょう。いただきます。なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださり感謝をいたします。それによって主イエスキリストの名にと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことをありがとうございます。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来れる日まで御前にあいませてください。主イエスキリストの御名で感謝してお祈りいたします。アレン。この賛美をいたしましょう。今日ちょっと載ってませんけど、主の愛まで、主の愛は今あなたをする主の愛が私たちの中におられ、私たちの考えでは聖霊がそんなに力があるかどうかわからないと疑ってしまうことがありますけれど、私たちを作りイエス・キリストを死人の中から蘇らせ、また教会を誕生させてくださったそのお方が今ここにおられます。私たちの心の中におられます。今どうぞ聖霊の働きを妨害する不信仰まで出ていけ、悪魔にも出ていきなさい。聖霊が自由に私たちを通して私たちの中で働かれるように今歓迎します。そして今約束の通りなさってください。
病の癒されろ、問題を解決せよ。人間関係や経済の問題、職場の問題、すべて今聖霊様の力の中で解決してくださいますよ。お願いいたします。聖霊様をお迎えします。アレリア天の父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を崇めます。天の父様、どうぞ純和さんの上に主の力が臨む、主の力が臨む、主の力が臨むことを覚えて、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を崇めます。聖霊順番にしてください。アレルヤ天のお父様、ありがとうございます。あなたの力が臨みます。加藤さんの上に聖霊の出しが、聖霊の力が、愛が、知恵が、あなたご自身でいっぱいに満ち溢れさせてくださいますようにお願いいたします。アレルヤ天のお父様、ありがとうございます。生きて働いておられる神様、生きておられる神様、あなたの力が今臨みますように。アレルヤ天のお父様、感謝します。今日もありがとうございます。明日もありがとうございます。明後日もありがとうございます。永遠にありがとうございます。死のトンネルを通過するときもあなたは一緒です。どうぞ神様、この方と共に、イエス・キリストの福音を伝えていく私たちでありますように。互いに愛し合っていくことができますように。神様、あなたの力で出してください。主、イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私よ主、
Thank you.
皆さんどうも。